最も神に近い男、サカ。聖夜、シリュウ、シュンの3人は最も神に近い男と言われるゴールドセイント乙女座。君たち1、おとなしくガキ界へ落ちたまえ。ラウンド1ファイト。いくら神に近いと言っても同じ人間なんだ。勝てない相手じゃないはずだ。では試してみる。君にそんなことは言えなくなる。どうだったか。あまり俺たちを舐めるなよ。やはりブロンズまだ実力の差に気づけていないとは。この私、オウム天魔降伏。オウム天魔降伏。姿ついてて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 。オウム天魔降伏。ラウンド2ファイト。剣舞放輪。これだけか。オウム剣舞降伏。剣舞放輪。どうなってるんだ。確かに剣がヒットしています。ただ俺の感じが全くしないなんて。君は空に浮かぶ太陽に向かって闇雲に石を投げているようなものなんだ。そろそろよかろう。引導を渡してくれるぞ。ブロンズのガキ。これだけか。もうすぐシャカを倒せる。倒せるはずなんだ。ウィナー。負けられない。アテナのためにも。これが俺の実力だ。気は通じていないのか。俺たちの剣が。ならばネビュラチェーンで。ポーン。こんなバカな。チェーンが僕に攻撃してくるなんて。一体これは。さて、また私が一声するだけで行くかね。ポトリと。強い。アイオリアの言った通り、まさに神に最も近い男。なんだあれは。シャカの手の中にコスモ。コスモが。オーム天魔降伏。この程度の実力の者がこの処女宮まで登ってこられたとは未だ信じ、下のゴールドセイントたちがあえて手を抜いたとしか思えんな。
往生際の悪い。この釈迦、ゴールドセイント12人の中でも最も神に近い男と呼ばれているが、弱点、いや、こうして苦しんでいる者にとどめを刺してやるのも慈悲というものかもしれんな。ん？なんだこのコスモは。俺の弟や友にそこまでした以上、相応の覚悟はできているのだろうな。お前はフェニックスの一騎。最も神に近い男、釈迦。聖夜、紫龍、旬の3人。受けよ、ドラゴンの剣を。おとなしくガキかい。ラウンドワン、ファイト。ウゾザン、これが相手だ。龍飛翔、くらえ。ゴザン、昇竜派。ゴザン、昇竜派。五老坊の老師の一番弟子の実力、ゴザン、昇竜派。しかと見定めてくれよう。これだけかね。君程度の剣で逆流するとは、ゴザンの大バケットやらも知れてるな。何？これだけかね。ゴザン、昇竜派。龍飛翔、龍飛翔、はい。ゴザン、昇竜派。ラウンド2、ファイト。天武鳳凰。ゴザン、龍飛翔。ロザン、龍飛翔。これだけかね。天武鳳凰、龍飛翔。シリューの技が通用しないとは。ゴールドセイントの凄みとは違う。龍飛翔、ゴールドセイントの凄みを感じる。今さらそんなことを言っているのかね。元よりブロンズの君がここまで来たこと自体奇跡のようなことなんだよ。まだ気づかないのか。君の目は浮き穴のようだ。ウィナー、ロザンの大爆風は全てを吹き飛ばす。これぞ鍛錬の賜物。最も神に近い男。僕がやらなきゃいけない。おとなしくガキかい。ラウンドワン、ファイト。やっと行け、行け。アンドロメダのチェーンを防御攻撃は、クロスの中でも最高を誇る権利。これだけか。この釈迦の剣を振り切れるかな。オウム、どうなっている。チェーンが攻撃をためらっている。これは一体。オウム、変な幸福。無駄だよ。やっと。オウム、変な幸福。やっと。やっと。オウム、変な幸福。釈迦の目が開く前に何とかしないといけないのに。案ずることはない。
君たち相手なら目を開くまでもないか。この戦い、確かに攻撃は当たっているのに中に通じている気がしない。どうしたアンドロメダ、もっと必死に投げた方がいいぞ。これだけか。さて、ユーフィーだ。そろそろ引導を渡してやろうか。これだけか。戦っても、まるで中の手のひらの上で遊ばれているかのようだ。傷つけてしまったかな。最も神に近い男と言われるゴールドセイント乙女座だが、シャカはまさに神のごとき圧倒的な力で聖夜シャカが聖夜たちにとどめを刺そうとした、その時フェニックスの一騎が現れたのだった。フェニックスの一騎か。どうやってこの処女神だか仏だか知らんが、俺の弟迷わずあの世に。ラウンド1ファイト。オウム私にあらなくて心得者め、命が惜しくばおとなしくさせまい。大地に頭を切りつけ私を拝め。
残念だが俺は神仏は信じない。お前が神に近かろうが何だろうが関係ない。この世で頼るものは俺自身の力だけよ。反逆者の敵もはや不要だ。私が敗任してやろう。サクデスクイーン島で俺の死が言ってフェニックスのクロスは最高だ。システムを再び蘇る。これだけ羽ばたくのだと。何の手にされようとも俺は蘇ってみせる。サカ剣幕、お前こそフェニックスの炎で灰にしてくれる。剣幕フェニックス剣幕死ぬ覚悟はできているのか。どうやら私は君を見くびっていたよ。ヘッドホーリン、フェリックスの羽ばたくよ。フェリックス最大の武器ホーリングテンション。この子は燃え盛っている。傷つけるとは。多少は地獄の底を見てきた男と。強力ヘッドホーリン。みんな、俺は神仏は信じない。かつてのフェニックスの羽ばたきをもってすればたやすいことだ。多少なりとも地獄を見てきた君を、一気、君の六感すべて断ち、フェニックスといえど二度と立ち上がれぬよう。な、何？天部降臨。釈迦の目が開いた。バカ、腕が、足が、すべての感覚が失われていく。もはや何も感じまい。最後に虚しく動き続けるその心臓を求めて陸道輪廻に落としてやるのがせめてもの慈悲だろう。釈迦、今度は僕が相手だ。兄さんをムザムザ死なせるわけにはいかない。うん、死に損ないの君が出てきたところで何が。釈迦の俺が倒す。この一騎が。バカな。一騎のコスモは恐ろしく増大していく。
俺はデッドラインなど何度も超えてきた。地獄の炎はすでに君を捕らえている。ラウンド1、ファイト。天武ホールディング。一個の時間は全て断ち切ったはず。ロード戦としか解読していない。セブンセンスは目覚め始めたというのか。サカよ、聞こえているだろう。セブンは見えなくても、このセブンセンスでは、お前の姿を捉えることができるぞ。サカよ、お前はそれほどの力を持っている。なぜ教皇の悪に加担しているのか。お前たちの教皇の本質を握るわけがあるまい。教皇が悪と知りつつあえて救うのラウンド2ファイト。天武法輪お行く天将私はどんな相手であろうと、悪であろうと、正義であろうと、その私は、お行く天将わかるか。だから、私はあえて条件に、君の死に場所だ。これが私の答え。今度はそ楽にしてやるぞ。一気お行く天将ウィナー、フェニックスは何度でも蘇る。フェニックスの羽ばたきをもってすればたやすいことだ。お前は六感の一つ視覚を封じることで常にコスモを高めていた。今俺のコスモは六感を失ったことでお前をしのぐほど燃え上がっている。まさか。それでは君はわざと天武法輪を。そうでもしなければ神に最も近い力を持つと言われるお前を倒すのは不可能だろう。さあ釈迦よ、俺と十万億度とやらの彼方まで行ってもらうぜ。愚かな、自分の命を捨て。さらばだシェン、聖夜たちと共に最後まで男らしく戦うんだぞ。主よ、人間がもし生まれ変われるなんてことが本当にできるのなら、お前とはまた兄と弟だ。必ずな、シュン。兄さん。アンドロメダの献身。第7の球、天秤球において聖夜たちは氷の棺に閉じ込められている氷河を発見する。しかしゴールドセインと数人の力をもってしても破壊できないとされるカミューの棺を前にして聖夜たちはなすすべがない。氷河を助け出す方法はないのか。突如としてシリウの死老子が所持するはずのライブラのゴールドクロスが出現。
ライブラのクロスか。おそらく老師が氷河を救うために俺たちに下されたのだ。ありがたくお借りします、老師。何？クロスの一部が分解して。ライブラのクロスは分解すると、スピア、ツインロッド、ソード、トリプルロッド、トーファー、シールドがそれぞれ1対ずつ、全部で12個の武器になるのだ。そして、正しいことのために使うと、ライブラのセイントが認めた時のみ使用できる。昔からライブラのセイントが、セイントの善悪を図る要の役目を持っていると言われたのはそのためでもあるのだ。すごい。全てが一振りで、星も砕きそうだ。よし、このソードを使わせていただきます、老師。今その中から救い出してやるぞ。そして再び俺たちの前に蘇る発祥よ。やった、水蒸気とかしてどんどん紫龍が一閃しただけで、なんという剣の威力だ。して氷河、体が氷のように冷たい。心臓も止まりかけているよ。早く何とかしなければ。二人は先に行って、もう時間がないよ。氷河は僕一人でも必ず助けるから。分かった、じゃあ俺たちは先へ行く。氷河のことは頼んだぞ、シュン。僕のコスモを最高点まで高め、その熱量によって凍りついた氷河の体温を上げられるはず。人を倒すためではなく、人を救うために燃やすコスモがあってもいいはずだ。僕の命に変えても必ず助けるからね、氷河。スコーピオン、ミロとの対決。第8の級、天活級へ突入した聖夜と紫龍、身構える間もなく紫龍はミロの技で動きを封じられてしまう。そしてミロは聖夜にもその剣を向けるのだった。ここまで来た以上、もはや戻ることも進むこともでき、覚悟することだな。ブロンズセイントの位置。さあ選べ。ラウンド1ファイト。体が動かない。まるでサソリが獲物を一人の恐怖で薄くれてしまうよ。せいや、気をつけろ。お前たちに残された道はただ一つ、弱い餌食になることだけだ。どうした。これがお前の渾身の技。このミロという男、今までのゴールドセイントに勝るとも劣らぬ強さだ。しかし俺だってゴールドセイントと互角に戦える者がテロリーズに目覚め始めている。何かしたのか。終わりだ。だらけだな。
セブンセンシズに目覚めてくわ。だが、これだけは教えておこう。セブンセンシズに目覚め始めた者と常に備えている者との間には、どうせ以上に大きなだけだけどな。無駄な抵抗をまだわからんのか。色の実力が、黙れ。何かしたのか。これが俺の実力だ。受けろ、スコーピオンの牙を。来ただけでも大したものだ。だがブロンズセイントはこの二人の他にまだ何人かいたはずだ。の氷河、氷河、蘇ったのか。ああ、シュンは自分の命を凍りついていた俺の体。さあ、立て二人とも。そしてみんなで強行のままで乗り込むぜ。夢だな。貴様たちが強行のままでたどり着くなど、所詮夢というのだ。俺たちにとって夢とは決して不可能を意味する言葉じゃない。何？この結晶は？カリツォ！今、今度はお前が動けなくなる番だ。セイヤ、シリュウ、シュンを連れて先に行ってくれ。俺はミロを倒してからお前たちの後を追う。男の勝負に言葉は不要。我が友に免じて命だけは許してもいいぞ。ラウンドワン、ファイト。この程度の結晶で私の動きを完璧に封じ込めたつもりか。ダイヤモンドダスト。聖夜たちが天下突きを去るのをおとなしくしてもらいたくない。よかろう。望み通り、カリスオのスコーピオンのミロが全力を持って相手をした。たかだかブロンズ数人でゴールドセイントが守る12球を突破できると本気で思っている。できるかどうかは思えていない。いくらできると言われても何かしたのか。俺のことそれ
それを可能に変えてみせる。ラウンド2ファイト。スカーレットリードル、オーラサンダー、アタック。何かしたのか。スカーレットリードル、オーロラサンダー、アタック。終わりだ。ダイヤモンド。さすがは水と氷の魔術師。何かしたのか。アクエリアスの神の教えを継ぐだけのことは、ここまでの統治を操れる。何かしたのか。神を知っているのか。ならば見せよう、オーロラサンダー。この通りの恐怖の塊を。そしてこの剣で倒れてもらうぞ。言ったはずだ。見ろ、俺の闘気によって倒れてもらうと。あなたの毒針にやられるまで虚しく待つわけにはいかない。こしれてじゃ。受けろ、ダイヤモンド。衝撃を。前、白鳥よ。あんたれ、オーロラサンダー、アタック。バカ。前、白鳥よ。スカーレットリードル、アンタレス。これがキムナスの闘気だ。KO、 ウィナー。クールに徹して敵を撃つ。増票がいくら集まってもセイントには無力。やった、ミロを凍りつかせたぞ。この程度の闘気では通用しないと言ったはず。それよりも自分の体を見てみろ。バカな、これは俺の体にスカーレットニードルでサソリ座の奇跡を。血と共に視覚、聴覚、触覚、嗅覚、味覚、お前の五感すべてが流れ落ち、やがて。ならば、その前に、見ろ、あなたを倒さねば。いい加減にしないか、ヒョウガ。君には神の気持ちがわからんのか。カミューの気持ちだと。カミューは天秤級で、君の実力と決意の強さ、セブンセンシズに目覚めることができるか試したのだ。しかし君は甘さを捨てきれなかった。カミューは最後の情けで君を氷の棺に閉じ込めたのだ。仮死状態からいつか蘇る日も来ようとな。カミュー、そうだったのか。カミューに免じて命だけは助けてやる。数日もすれば再び五感も戻ってくるだろう。余計なお世話だ。見ろよ、生死を共にすると誓った友が必死に戦っている中、一人だけ生き延びて何になる。この氷河にとって今この時代に生きていると、辛くとも苦しくとも熱い血を分け合う。そうだ、頼むご飯。このキグナスの翼がある限り、このラウンド1ファイト。神は命を賭して戦うことや、セイントとして生きた証ならば、俺は氷河にとどめを刺すことでそれに応える。それは俺だ。氷河を真のセイントと認めたのか。神よ、何かしたのか。氷河よ、にとって命を助けるというのは侮辱になる。王政を王政と戦い、君の命を全力で奪う。来い、見ろ、
シスコも前に進む。アキラの敵は友のために。何かしたのか。終わりだ。ダイヤモンドだらけだな。だらけだな。ダイヤモンドだらけだな。よくその程度か。世界を終わらせる前に君を殺すしかないよ。何かしたのか。終わりだ。終わりだ。あなたの言う通り。ダイヤモンドを脱走。ラウンド2ファイト。ダイヤモンド脱走。何かしたのか。ジョーガメ、まだ戦い続けるというのか。疲れたリーダーマン。国を失われているというのに。何かしたのか。その程度か。その程度か。行くぞ。見ろ。何かしたのか。この氷河最後の一撃になるであろう。国が失われていく中で、コスモだけは最大に高め、放ってやる。こいつを言って約束どおり、最後のとどめのアンタレスをお前の体に打ち込んでやる。どれ力の差があろうと、俺は戦い続ける。このキグナスの翼がある限り。スカーレットニードル前、発狂よ。ダイヤモンド脱走。降りつけ。ウィナー。男なら最後まで自分の立場で戦い抜くのみ。俺の闘技ではダメだったというのか。君が望ん…何？スコーピオン15の星が陶器となって打ち込まれている。これは俺がアンタレスを打ち込む間に。